You're listening to Shibuya Cross FM. いつもアゲアゲケスカッチンでクレイジーハイテンションなパーソナリティがラッキーライキークラッキーダンスダンスダンスな時をお送りする。そういえばありがとう平成、略してシブラジー。この番組は合同会社ファッションネの提供でお送りいたします。こんばんは。こんばんは。各週日曜日18時から1時間の生放送、素敵なゲストをお迎えしてお送りするエンタメ番組です。略してシブラジ。この番組は渋谷シダックスカルチャービレッジ1階にありますサテライトスタジオよりお届けをしております。こちらの番組では番組を支援してくださるスポンサーさんも募集しております。ご興味のある方は渋谷でドットラジオアットマーク gmail.com までお問い合わせをお願いいたします。はい、この番組は渋谷クロス FM のホームページより動画配信も行っております。放送内容は2週間後に渋谷クロス FM の YouTube アカウントにアップされますので、そちらもチェックをお願いいたします。今回のパーソナリティはダンサー&ボーカリストとして都内中心に活動しておりますゆきやと、いやー皆様ごきげんよう、謎仮面デュークでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、はい、とりあえずね緊急せん、事態宣言そうですもね、終わりまして、終わったのかちょっと今日 ね渋谷見たんですけど、はいはい、結構ね人がいっぱいいらっしゃいますね。なんかうちさ、うん、人がいっぱい早く渋谷で、うん、歩いててほしいなって思ってたんですけど、実際いっぱい人がいるのを見たらちょっとゾクッとしたんですけど、あーまあね、はい、でもまあ一度終わったのでねというのはみんなやっぱあると思うのでね、はい、まあ、それも仕方ないのかなっていうふうに僕もちょっと思っていたりするんですけど、はい、じゃあはっちゃけちゃおっと、まあ、ダメ、はっちゃけすぎはダメ、はっちゃけしすぎはあんまり良くないかもしれないですけどね、はい、失礼しました、気をつけましょう。はい、まあ長い自粛期間終わったということで、はい、この自粛期間なんか変わったことありました？変わったことは、うん、だから私先週お話ししたと思うんですけど、うん、全然ゲームとかやらない人だったのにめっちゃオンラインゲームで友達とバトルとかするようになったっていうのは、うん、私の中で私の辞書にゲームはなかったから、うん、でも新しい発見がじゃあできたっていう、そうあゲーム楽しいじゃんっていう発見はありました。変わったことといえばそんな感じ。あでもね僕もね、はい、実際ねこの自粛期間、はい、まあ、自分にこもることが多かったんで、困ること、こもること、あこもること何に困る、分かんない、なんか困ってるのかなと思って大丈夫かなと思って、あ、まあ、いろいろ困ってるかもしれませんけどね、はいはい、自分の心と、ね、向き合う機会がねちょっとありまして、はいはい、まあ、なんていうかなんか結構こういう見えてね仮面さんはね繊細なんですよ。繊細？あ、繊細なんです。そうだったんだ。あんま見えないかもしれないですけどね、見えなかった自分がそういう自心理状態がどういう風になるのかなと思って知りたくなりまして、だから本をね、はい、読むようになったんですよ。本だけど本、はいはい、でも本って言ってもなんか哲学とか心理学みたいな本をね、ああはい、ちょっと読むようになったって言うんですけど、でも読むって難しいじゃないですか、分厚い本で。それでねなんかある情報を見てね、はい、最近やってるんですけど Amazonオーディブルっていう、え、ね、それ聞いたことある、なんか聞ける読書みたいな、はい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 、そういうのがあって、はい、本当に耳に入ってくるんで、まあ、漢字はね読めないかもしれないですけど、はい、理解できるんですよね、すごい内容っていうのがね、んなんかそんな感じでなんか面白いとなと思ったので、まあ、ぜひね皆さんもね、機会があったらね、やってみてください。はい、はい、私それをね使ってる人のめっちゃ面白い話あるんですけどそれってなんか聞きながら別のこともできるじゃないですか、うん、はい、そうだから家でしっかり読書するっていうんじゃなくて、うん、2個同じことができるから、そうなんかスノボとか滑りながら読書できちゃうみたいな感じ で、ね、スノボはスノボで楽しんでリフト乗る時の時間が もったいないと思ってリフトは読書みたいな聞いてみたいなことやってる人がいて、そこまでして本読むんだこの人って思って話聞いてました。なんかでも寝ながら聞いたとしてもなんか頭入るらしいんですよね、ちょっとなんか残ってたりとか、だからそういうのもいいらしいのでね、ぜひぜひやってみてください。どうぞやってみてください。ではね、はい、個人コーナーそろそろはい移って、はい、行っちゃって大丈夫でしょうか。はい、仮面先生からお願いします、はい、なんか先生になっちゃう、ね、はい、では僕の個人コーナーから行きたいと思います。はい、謎仮面デューク厳選、ふーん、なるほど、素晴らしい、誰得アニメ言、イエーイ。なあ、ここに残るアニメ源はあるかということで、このコーナーはですね、謎仮面デュークがカズラアニメの中でこれは実際使えるためになるという名言を紹介していきながらおすすめのアニメを紹介していくコーナーとなっております、はい、今回紹介するのは、まあ、一役ね話題となってね、
まあ、あの紅白とかでも歌が出たりとか、まあ、実写映画化とかしたあの残酷なアニメ進撃の巨人から紹介していきたいと思います。はい、はい、漫画ではねだいぶ核心に迫ってきているんですけれども、まあ、最初知らずに見る方はただひたすら巨人に人が食われる残酷なアニメという印象があるんじゃないでしょうかね。知らない方のために一応あらすじの紹介をさせていただきます。まあ、突如出現した巨人により人類滅亡の淵に立たされた人間は巨大な30の城壁を作り生き残った人類と、巨人との戦いを描いたダークファンタジーとなっております。なんかね僕ねダークファンタジー結構紹介してるんですけど、まあ個人的に好きなのとね、まあ、格言っていうのがね結構多い気がするんですよね。で、まあ、今回、その中で紹介するのがアルミンの、この一言、何かを変えることのできる人間がいるとすればその人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。はいはいね、何かまあ犠牲、まあ、まあちょっと当たり前のことだと思うんですよ。何かを犠牲にしなければ何かは得られないといった内容になるんですけれども、まあ、当たり前だと思うんですが、こうやって違う形で、まあ、それを再確認させられるということでね思うこともあるんではないかなと思い紹介をさせていただきました。まだね見てないよという方は、まあ、残酷だけではなくてね、まあ、面白い作品なのでぜひ見てみてください。はい、はい、このコーナーではみんなが恋に響いたアニメ言を募集している、紹介したいのでぜひ僕に教えてくれというわけで謎仮面リューク厳選、ふーんなるほど素晴らしい誰得アニメ言のコーナーでした。はい、はい、ありがとうございました。はい、ここで一曲聴いてください。幸せのレクイエム。はい、今聞いていただいた幸せのレクイエムは、iTunes、LINE Music など各種音楽サイトにて、これから配信予定となっております。はい、続きましてゆきあの個人コーナー、ゆきあのトレンドリサーチ情報局。イエーイ、ということでこのコーナーは今流行っているものやちょっとためになるプチ情報をお届けするコーナーです。こちらのコーナーで紹介するものは世の中で流行っているものからゆきあ個人で流行っているものまで様々なのであしからず。はい、ということで今日なんですけども、はい、紹介したいのが、ええ、タバコについてなんですけど、タバコ、はいはいはい、私タバコ吸わなくて、はい、タバコの匂いがめちゃめちゃ苦手なんですよ。僕も同じですね。同じですか、はい、よかったよかった。僕もタバコ吸わないですし、タバコの匂いはねなんか苦手なんですよね。そうなの、別にあの吸ってくれてる分には全然いいんだけど、匂いが私の洋服とか私の髪の毛とかにつくのが本当に嫌なんですよ。うんっていうので今日ね5月31日でしょ、はい、が世界禁煙デーっていうのが、そう世界保健機関 WHO が記念日制定した国際デーの一つとして世界的に推奨されているらしいので、私これ知らなかったんですけど、はいはいはい、タバコ嫌い人間として広めたいなと思って発表します、はい、皆さんタバコやめてください
どうすんの喫煙者見てたら。ごめんなさい、嫌いなわけじゃない、タバコ吸う人が嫌いなわけじゃなくて、別に好きなんですけど ね、別に悪気ないんですけど、ちょっと匂いはどうしても、あれ吸ってる人は気にならないのかね、臭いなと思って吸わないのかね。なんかでもやっぱり副流煙は気になるらしいですよね、あ、人によっては。じゃあやめた方がいいと思う。いやでも人によるとは思うんですけど、はい、なんか聞く話によると、あの吸う側ではなくて、あの匂う側はやっぱりちょっと気になるというか、あんま良くはないんですよね、やっぱ副流煙が良くないんで、うん、っていう話をよく聞きますよ ね、うん、そう、喫煙者本人だけじゃなくて、その副流煙として吸い込んだ周りの人にも害を与えるというね、ことで、そのタバコをまずは24時間経ってみることで、うん、禁煙のスタートの日にしようっていうきっかけ作りの日なんらしいんですよ、今日が。あー、なるほど。一応5月31日だから、うんうんうん、だからちょっともう今日もう24時間突ったって、もう今日始まっちゃってるんですけどだから今日をスタートの日にしてはいかがですか皆さん。あ、今日からね。そう、もなんかね、禁煙難しいらしいですけどね、本当にね、難しいらしい、なんかその依存的な。うん、そう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 、私もだってお酒やめろって言ったらできないんですけど、そんな女が何言ってんだって感じなんですけど、はい、でもタバコはやめた方がいいと思う、まあ、お酒もね、タバコもね、まあ、お酒も飲みすぎは良くないですけどね、まあ、少しだったらなんかいいらしいんですけどね、はい、と思うんですけど、はい、だからその医学的にも肺がんとか動脈硬化とか心臓病とかね、うんうんうん、発症を高めるとされているし、はいはい、何か患った際にも喫煙者は症状が深刻化するケースが多いらしいんで、ええ、で日本ではその5月31日から6月6日までの1週間、うん、この1週間が禁煙週間というふうになってるらしいんですよ。知らなかったんですけど、はいはいはい、だから皆さんこの1週間特に気合い入れて、はい、あの禁煙してほしいなっていうことで、ね、はい、ね、お願いします。禁煙難しいですよね。ぜひお願いします。はい、ぜひぜひぜひお願いしますどんだけ言うんですか。そう、そのこのなんかきっかけがないと多分できないと思うから、まあそうですよね、このラジオでちょっとでも聞いてる人は、うん、あ、そういうのもあるんだな、仕方ねえから24時間ぐらいやってやるかって思ってくれたら、はいはいはい、すごいみんなの健康にもいいと思うし、社会的に、あの世界的にもいいと思うんで、はい、はい、それで、それだけ伝えたかったです。はい、はい、ということで私のコーナーは終わります。はい、はい、ここで1曲お聴きください。フキアで今だけ。読み取られないように何度も我慢した。この夜が明けたら何か変わるかもなんて都合のいい妄想。心の叫び誰にも届くことはない。願うだけ感情は消えてく。この手を離せば簡単にもう会えなくなることもちゃんと全部知ってるの。待って、ちょっとあと少しだけでも。今だけお届けしました。こちらはファーストアルバムサマーモーメンツに収録されております。ぜひ各配信サイトよりダウンロードよろしくお願いします。はい、はい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 、びっくりした。突然起きなくなっちゃった。びっくりした。ちょっと暗い曲かかっちゃったから元気にしようと思ったんですけど、ね、はい、ここからはパーソナリティ特別企画行っていきたいと思います。はい、本性暴けドキドキ心理ゲーム。イエーイ。ということでこのコーナーはですね、はい、毎週あらゆる企画を考えてパーソナリティの我々が挑戦しているわけなんですけれども、はいはいはい、今回は心理テストをただただ行っていくという至ってシンプルなコーナー、ドゥエー。はい、でも心理テストね、面白いですからね、はい、そう、面白いんですよね。なので、ね、
面白いなと思うのでみんなにも参加してほしいんですよ、はい、リスナーさんにもぜひね、はい、ですし面白いなと思ったら覚えて誰か友達とかに出しても面白いかも。そうですね、はい、はい、と思いまして、はい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 、じゃあ出してくださいよ。えこっちからね。あ、いきなり僕から出してくださいと。はい、なんか出されたい。じゃあどんなのがいいんだろうね。じゃあね、はい、ハッピーなやつにしてくださいよ。ハッピーなやつ、はい、ハッピーなやつ、ね、え、ね、どんなやつ考えてきたんですか。なんか性格診断的なのとか恋愛性のやつとか。あ、じゃあ恋愛のやつがやりたいです。恋愛のやつがやりたい、はいはい、でもハッピーではないですよ恋愛のやつな。はい、はい、ではハッピーではないですが、雨の日あなたは道を歩いていると車に水をはねられました、はい、とっさに口をついて出た言葉はっていうのが。ああ自分で考えていいんですか。そう、自分で考えてやつですね。選ぶやつじゃなくてこれは自分で考えるべきの。車に水をはねられて出た言葉は、はい、うわうわじゃないですか。え、普通にえ、うわじゃないですか。ああ、なるほどね。かかると思って、うわ、うん、はい、それでいいですか。本当に、はいはい、本当にそれでいいですか。はい、はいはい、皆さん大丈夫でしょうかね。ちょっと考えていただいたでしょうか。これですね、答えがですね、はい、あなたが恋人に別れを切り出されたときとっさに言う言葉です。うわって面白いですね。うわって言うんですね。それはやばいですね。なるほどね。別れよって言われてうわって言ったらやばい。になっちゃうけど。あ、そうなんだ。はい、僕はですね、おいおい勘弁してくれよって言いますね。あなるほどなるほど。おいおい勘弁してくれよって分かる。あ、なるほどって思いましたけど、そんな感じで言うんだ。面白い、ね、なるほどなるほど、ね、皆さんどうだったんでしょうかね。はい、みんなのも聞きたいです。はい、じゃちょっとゆきあちゃん、私も出しますよ。はい、はい、お願いします。何にしようかな、うん、じゃこれにします。はい、あなたは森を歩いています。はい、すると家がありました。お、あなたはその家を訪ねました。はい、すると人が出てきました。ほう、出てきた人はどんな人。あ、これはね、はい、僕はねもうなんかそのイメージなんですけど、はい、おじいちゃんとおばあちゃんなんですよ。おー、そう、おじいちゃんとおばあちゃんがなんか出迎えてくれるみたいな。あ、なるほど。なんかね、はい、暖かい感じ。あ、そういう感じですね。暖かい感じ、そうか、いいな。でこれの、はい、いいかな。もうみんなも頭の中に浮かんでますかね。ね、どんなの浮かぶんでしょうね、はい、みんなね、うん、答えを言います、はい、この心理テストは、はい、あなたの背後霊がわかる。ほう、おじいちゃんとおばあちゃん亡くなってないよ僕。亡くなってないからね。自分のおじいちゃんおばあちゃんじゃないかもしれないですね、はい、だから、はいはい、うん、でも暖かいってことは多分悪いやつじゃないんじゃないですか。あ、そうですね、はい、いい意味で見守ってくれてる。あ、なるほど、守護霊的な感じかな。おじゃないですか。そうですね、はい、守護霊的な感じ、はい、え、ちなみにゆきやちゃんどうなの。え、私もおじいちゃんって思って、はい、なんか思ったんですけど、うんうん、同じですだからつまんないですか。おじいちゃん、おばあちゃんはいない。あ、はい、おじいちゃん、おじいちゃんだけ、はい、あ、なるほどね、山の番人みたいな、なんか森のみたいな、なんかそういうなんか木こりのじいさんみたいな。で、2人とも守護霊、おじいさんおばあさんってことね。はい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 、じゃあ次行きましょうか。ありましたもん。はい、やってください。何がいいのかな、うん、じゃあ性格診断とかいっちゃいますか。あ、はい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 、いいじゃないですか。ちょっと4つあるんですけど、はい、これはちょっと選んでいただく形になるんですが、はい、小学生の時のイベントで一番思い出に残っているのはどれでしょうか、うん、1、あ、ごめんなさい、 A ですね。 A 音楽会、うん、B 学芸会、うん、C 運動会、うん、D 卒業式。おう、はい、皆さんも一緒に考えてみてください。はい、A 音楽会、 B 学芸会、 C 運動会、 D 卒業式、うん、はい、絶対運動会。運動会、はい、はい、僕はちなみに学芸会です。へえ、はい、ということで、はい、いいかな。そろそろじゃあ行っていきたいと思うんですけれども、まずじゃあ、まず言って順番に言ってきますね、はい、A を選んだ、音楽を選んだ方なんですけれども、まあ、楽器や声を用いてハーモニーを奏でていく音楽会を選んだあなたの基本性格タイプは、周りの人と合わせていくことでみんなが楽しく幸せや喜びを感じていけるようにしたいという協調性を大切にしていくタイプです。はい、そうですね、大事。じゃあ B ですね、学芸会、僕ですね、はい、これはセリフを覚え感情を込めて演技をする学芸会を選んだあなたの基本性格タイプは、目立つのが大好きで自分が中心となって行動することも多いタイプです。
あーなるほどね、まあ、仮面という形で僕は、ね、目立ってますからね。確かに目立ってます。ちょっと間違ってないかもしれないですよね。はい、うん。じゃあ C を選んだ方ということで、これがね、運動会。運動会、はい、うん、私、これがですね、あ、言うの忘れた。 B が注目をされたリーダータイプっていうもの、ね、あ、リーダーの感じね。ごめんなさい。 C を選んだ方、いつも全力疾走頑張り屋さんタイプってことね。私頑張り屋さんだもん。はい勝負のために自分の力を出し切る、運動会を選んだ後の基本性格はいつでも全力でトライするタイプです。特に勝負ごとになるとやる気スイッチがマックスに入り、何が何でも勝つと燃えていきます。あ、そういう感じです、ね、そういう面もあるかも。常にではないですけどね。はい、D の卒業式の方なんですけれども、発展進展しことに燃えるタイプ。別れの悲しみと巣立ちの喜びを同時に実感する。卒業式を選んだ後の基本性格は日々成長をしていくことに喜びを感じているタイプです、ということですね。なるほどね。はい、皆さんどうだったでしょうか。なるほど、なるほど、当たったのかな、みんな。どうなんでしょうね。私はなんとなく当たった気がする僕も多分まあ当たってるような気がするんですよね。最後じゃあ1個出していいですか。はい、じゃあこれは、はい、心理テストと違うかもしれないんですけど、うん、いきます。あなたはある人を恨んでいます。ほう。その人の家に忍び込み、うん、はい、その人をあピーしました。もうなんかピー、おー怖い、コロコロしちゃいました、はい、そして無関係な子供とペットもピーしちゃったの。ほう、なんか怖いね。やばいでしょ、怖いでしょ、うんうん、なぜでしょうか。なぜでしょうかなぜそう、なぜという質問が来た。恨んでる人だけじゃなくて、はいはいはい、なんで無関係な子供とペットもコロコロしちゃったのかっていう。あ、これはね、ごめんなさい、心理テストじゃなくてサイコパス診断なんですけどね。あ、なるほどね。そうだから亀井さんがもしサイコパスだったらどうしようと思ってこれはもう答えちゃう感じなんですか。なんで答えてほしい。その人が嫌いなんで、その人の子孫も残したくなくて全てを抹殺する。うおそう、なんかでもこれはその、はいはい、普通の人はその、うん、現場を見られちゃったから、はい、とか、はい、ワンちゃんが吠えると面倒だからとか感じなんですけど、でもサイコパスの人はあの世で再会させてあげようとしたから。あー、なるほど。ちょっといろいろ違うけど。そう、でもなんか亀井さんのも怖い亀井さんのも怖いからちょっと今ゾクゾクっとしてますサイコパスかもしれない多少やだ、あんまり考えないですか。気をつけてくださいね。そうですね、気をつけます気をつけてくださいねちょっと盛り上がっちゃったんでこのコーナー閉めてもらってもいいですか、はい、ということで、すいません、はい、いろんな恋愛とか性格とかサイコパスとかいろいろやったんですけど、はい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますので、はい、来週も聞いてください、はい、ということで、パーソナリティ特別企画、本性暴けドキドキ心理ゲームでした。はい、ここで一曲曲紹介お願いします。はい、僕のオリジナルソング、時の海、聴いてください。
はい、今聞いていただいた、木の海の方は、各種音楽サイトにて、配信中となっております。さて、ここからは素敵なゲストさんを迎えてお送りしていきたいと思います。第28回目のゲストはオレムソーのキャストの皆さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、という何度目のご出演になりましたっけ。もう3今回3回目でじゃないですか。あ、はい、3回か、もっといっぱい来てるかと、うん、でこれからね、なんかあの月末の一番最後のね、あのラジオの方には来ていただけるというふうにお伺いしておりますが、はい、ね、僕ね、あのちょっと気になる情報を先にちょっと聞いちゃ見ちゃったんですけれども、お、なんだってなんかね、あれ今聞こえなかった、聞こえた聞こえた、ちょっといち早くね、ツイッターの方でね、ちょっと情報見ちゃったんですよ、ね、おーおーおー、まあ、今回ね、なんと、まあ、このラジオの方で初のミニボイスドラマを披露していただけるということで、ちょっと聞いていただいておりますのでね、ぜひね、早速自己紹介の方からしていっていただきたいと思います。自己紹介からまずお願いしたいですね。はい、じゃあさせていただきます。はい、はい、俺がギャルゲー世界のヒロインたちを無双する、略して俺無双、主人公のヨエ役の朝比奈青音です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてその妹役の松尾真樹役の朝倉美久です。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、2名様にご、あの今日来ていただいて、はい、本当はもっといらっしゃるんですもんね、キャストさんっていうのは。そうですね、今日厳選して2名に来ていただいたって感じになるんですけど、うん、俺無双っていうのがラブコメの学園ものの朗読劇っていうことですよね。そうですね、はい、はい、そちらを出ていただいてるみたいな感じになるんですけど、はい、キャラクター紹介とかってしていただいても大丈夫なんですかね。はい、します。はい、主人公松尾陽恵は普通の男子高校2年生なんですが、演じる私が困るほどのむっつりスケベいつも困ってる変態要素がたくさんでございます。はいはいはい、5人のヒロインたちと不格好だけど面白おかしく恋愛していくので、そんな陽恵くんをぜひ楽しんでいただければと思います。あー、なんかセリフ読みたくない、ね、女性がやるね女性がやる変態の男の子。そうなんですよ、変態なんです。心境が気になるところなんですけども、私の心境はいつももう、うん、ゾワゾワしてます共感はできないっていう感じ。共感はできない惜しくもなるほどなるほど、そうですね、うん、セリフとかはどなたが考えて、また別にいらっしゃってって。そうですね、あの原作があるんですけど。そうですよね、そうなんですよ。あ、じゃあもう言わされてるってことですね。あ、言わされてるってことでお願いしますでも気持ちはね、ようやくになって演じさせていただきます。なるほどなるほど、はい、楽しそうはい、ましきちゃん、はいはい、私が演じるましきちゃんはですね、15歳の高校1年生の女の子です。見た目的にはあの黒髪ポニーテールでピンク色のリボンをしてるような感じの可愛い、可愛らしい感じの子なんですけど、女子バレー部のマネージャーをやったりとかして、結構活発な元気な一面もあり、お家ではお料理も上手で面倒見もよくって、うん、女性らしい面も持っていて、なので元気で可愛らしくて、なんだっけ、女の子らしいなんかもう完璧な、完璧ですね、女の子でございます。絶対好きになっちゃうみたいな、ね、好きになっちゃうぞ、まあタイプですね。あ、なるほどなるほど、完璧ですね要素一つ言い忘れたんですけど、はい、あ、どうぞどうぞ。シスコンなんですよ。あ、そうだそうだ、だから実の兄ですらも可愛いな、好きだなってなっちゃうぐらいの完璧なマシキちゃん。そうね、でマシキもブラコンだから、あ、嫌がってたりはしないんですね。いや、嫌がりつつも本当は嬉しいんですよね。あー、素晴らしい、そうなんだ、兄弟愛ですね、ちょっとツンデレ的な要素が入ってなるほどなるほど。ということで今日はなんか告知の動画を準備していただいてるかと思うんですけども、はい、こちらも流して大丈夫って。大丈夫です。じゃあちょっと振ってもらっていいですか。あ、じゃあ、マシキちゃん。あ、私からお願いします。現在、俺無双の YouTube チャンネルで、動画配信しております。私演じるマシキちゃんの紹介動画になってます。見てください、どうぞ。みなさんこんにちは、私は松尾真樹、15歳、高校1年生だよ。この物語の主人公、松尾陽恵の妹です。特技はお料理、毎日お家でご飯作ったり、お兄ちゃんのお弁当作ってあげたりしてるの。みんなからよくしっかりしてるねって言われるけど、お父さんとお母さんがお仕事で海外に行っちゃってて、今お家に私とお兄ちゃんだけなんだ。だから私がしっかりしなきゃって思ってね。
だってね、本当にお兄ちゃんってばだらしないの。高校生にもなってまだ一人で起きれないし、私がついててあげないと本当ダメダメなお兄ちゃんで、でもそんなお兄ちゃんでもね、優しいところやいいところもいっぱいあって、そんなお兄ちゃんが私はって、あ、やだ、今のお兄ちゃんには内緒ね。俺がギャルゲー世界でヒロインたちを無双する、略して俺無双。毎月9日目黒花風にて生朗読劇、そして YouTube にて公開。チケット予約は推しの声優さんの Twitter をチェックしてくださいね。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。おー、めちゃめちゃ可愛いですね。可愛い、ありがとうございます。可愛いながらもちょっとしっかりした感じ で、 そうです、ね、最強じゃないですか。料理もできて、そう、何でもできる、ね、何でもできる、最強、はいね、で朗読劇をやっているっていうことなんですけど、で、はい、その朗読劇をやっていただけるんですか。そうです、ね、です。いやこれはね、ちょっとあのラジオ用のこの渋ラジオリジナルということで、はいはい、すごいすごい、短いものをやらせていただきます。ここでしか見れない。あ、そうです、ここでしか。やばいですね。2人の掛け合いということでね、今日はね。そうです、兄弟の掛け合いを見ていただければと思います。はい、そしたら、はい、じゃあタイトルコールしちゃってもいいですか。どうぞどうぞ。はい、はい、じゃあいきます。俺無双渋ラジオリジナル第1話、お兄ちゃんと妹。お兄ちゃん。なんだよマシキ。洗濯終わったから干しといてって言ったじゃない。もうとっくに洗濯機は止まってるんですけど。あとちょっと、あとでちゃんとやるから。前もあとでやるって言ってやらずにリビングで寝落ちしちゃってたじゃん。そうだったっけ。でもさ、今お兄ちゃんは動けないのよ。え、どこか具合悪いの。勉学やラブコメに勤しんで疲れてる俺をソファーが離さないんだ。俺の脳みそは今フリーザとの決戦前の悟空並みにスリープ状態なんだ。何言ってるか全然理解できないんだけど。お兄ちゃんの頭の具合が悪いのは分かったから、ちゃんと干しといてよね。今から私夕飯作るから。洗濯物めんどくさい。でも干さないと。そういえば明日体育あったっけ。体操服はおそらく洗濯機の中だな。マシキめんどくさい。はいはい、ご飯作り終わるまでにやらなかったら今日の夕飯抜きにするからね。それは死活問題だ。どっこい小一っと。洗濯物洗濯物、結構量多いな。あ、網に入ってるものは室内干しだからね。網に入ってるもの、これか。これはこれはマシキのパンティ。え、あいつってこんなの履いてるの。マジか。てか女の子のパンツ初めて見たけど、こういう素材、え、すごい。何これ、新感覚、いいね。お兄ちゃん。マシキさん。あー、これは違うんだよ。あ、別に何かしてたってわけじゃないんだよ。じゃあなんで私の下着まじまじと見てたの。いや、兄弟なんだし別に大丈夫だろう。いくら兄弟でも妹の下着をいやらしい手つきと目つきで観察するお兄ちゃんだって。いやー、いやらしい手つきと目つきで観察してはいない。純粋にマシキがこういうパンツを履いているということに関心を持っただけだ。離れたんですけど。全然もっと、はい、もっと
ょっとニヤニヤそわそわしてますね。そわそわ、いやもうゾワゾワしてますもん。ちょっとここはやっぱメンズの意見を聞きたいと思うんですけど。いやーね、どうですか、どうなんでしょうね。いやいや、これはアニメだからこそでしょうけど。いや本当リアルの妹はないですからね、さすがにね。妹のパンティーだけど、まあね、面白いですね。困ってる。ちなみに妹のパンティーは見たいですか？いや見たくないです。見たくないです。何という質問。見たいですねって言ったらどう、どうするどうしようと。失礼しました。はい、そうなんですね。これでもやっぱり松尾陽平くんっていうのは多分本当にあのスケベというか、あの純粋に純粋に、だからそのやっぱ女性がやってるのすごいなと思って。本当ですか、はい、頑張ってますね。ありがとうございます。頑張りが認められました。普段おしゃべりしてる声とやっぱり全然その声優スイッチみたいなモードみたいなのが変わりました。全然違いましたよ。あ、よかった。だから やってみますか。やってみたいです。やってみたいコーナーとか今度やりたいんですけど。あ、いいですね。やってみたいコーナーも、うん、よければぜひ陽平くんを、ね、あの仮面さんにやっていただきたいんです、ね、なんでそんなに押す、よりリアルにお届けできるかもしれないんですけど、これはでもその生で朗読劇してくれるっていうのはやっぱりお客さんも ね、ドキドキキュンキュン、ドキドキですよね。で、あのイベントだと私たちの バックっていうか画面にあのイラストも映るので、あ、そうですね。あ、先ほどの告知画像のような、うん、あの動画のようなものが映る、はいはい、そんな感じ。なんかいいですね。アニメーションっていうか、いや本当ギャルゲーみたいな感じ、うん、あ、で本当にじゃ声だけ でその動いたりとかはしなくてってことですもんね。そうですそうです。すごい、シーンが変わると絵も変わったりとかして表情もちゃんと、うんすごいですね。 そうなんです。その絵もまた別に作ってくださってる方が、そうなんです、うん、オレムソンメンバーの、浜田かなえちゃんがあのヒロインやってる、この間来ていただいた、そうですそうです、あの先ほどの動画も作ってくれたし、あの私たちのキャラクターのデザインもしていただいています。すごいですね。はい、すごいんです。すごいですね。すごいです。もう仕事量がすごいんです。今日は仕事が多すぎてお休みですか？今日はちょっとね、選ばれちゃった。来月に、あ、またお越しいただけるということで、いろんななんか掛け合いとか見えるんじゃないですか、これからです ね。このシリーズを今先ほどあの始める、ま、際になんかパート1みたいな、なんですよ、言ってくる、あ、第1話第1話、うん、どんどん続けてくださるっていう感じなんですかね。一応あのこのお話を続けるわけではないんですけど、あの、オレムソーの、シブラジオリジナルとして違うお話を、キャラクターを違うようにしてやろうかなとは思っています。毎回キュンキュンできるっていうことなんです、ね、しかもレアですよ、レア、はい、そうですね、ここでしか聞けない。もしかすると陽平いなくてヒロイン2人でとかもあります。そうなんですね、うん、すごーい。でこのシナリオも、はい、あの浜田かなえちゃんが、あ、そうなんです、これ作ってくれたんですか。そうなんです。すごいすごいですね。そうなんです、もう全て制作系は浜田かなえさんが。そうなんですよ、あの原作は違う方なんですけど、はいはい、そこから派生させてっていうのでやってもらってます。すごいですね、はい、やばい、豪華なことをされていらっしゃって何でもやってもらってますね。はい、そのイベントっていうのは、はい、次のとかはまだ決まったりとかはしてないんですかね。そうですね、うん、決まってはいないですね。あの、ね、毎月本当は9日にやらせていただいてたんですけども、ね、うん、コロナの影響でもう連続で中止になりまして、6月も中止、うん、ね、なのでなんですけど、ね、7月に向けてね、イベントが、そうですね、あると思うんですけど、今ちょっとわからないと言ったらしいんですけど、期待してていただいて、うん、はい、じゃあ今オレムソを楽しみたいなと思ったらツイッターとかでその声優さんの動きが見れる感じと、うん、あとはじゃあシブラジ、そうですね、シブラジと YouTube、うん、あ、 YouTube か、うん、YouTube にもどんどん動画が上がってる感じになるんですか。そうですね、どんどんです。よろしくと、シブラジと YouTube のチェックで、オレムソーの皆様のドキドキキュンキュン、ゾワ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 今日ゾワゾワ増えた、隣が楽しめるということなんですけれども、はい、はい、ありがとうございます。告知とか何か、これだけは伝えたいみたいなこととかってあったりとかしますか？これだけ特にこれだけは告知
でもまあまとめて言っちゃうとって感じですかね、はいはい、一通りじゃあ告知あ、はいはい、大丈夫ですか、あでも同じことになっちゃいますけども、9日がなかなかイベント打てないので、はい、今後の状況わからないんですけども、7月にできないかどうか検討中ですので、引き続き推しの声優さんなどのツイッターとかでチェックしていただけると嬉しいです、はい、で、YouTube チャンネルの方にも、今 1,2,3,4 つ間の動画上がっております。今後も増えていく予定なので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、待っていただければなと思います。高評価もよろしくお願いします、はい、で、私たちも、渋ラジじゃないや、オレムソ以外の、ね、活動もいろいろと行っておりますので、はい、よかったらそちらの応援もしていただけると嬉しいですというのと、はい、また来月、はい、渋ラジさんよろしくお願いしますという感じです。よろしくお願いします。こんな感じでございます。はい、声優さん以外の活動は、アイドルさんですもんね。はい、アイドルさん、うん、朝比奈さんも歌とか。私は女優として一応、でもマルチにいろいろ今はやっています。そうなんですね、はい、すごいですね。そういういろんな活動がツイッターで見れるという形で。そうですね、見れます。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということでですね、まだまだお話を伺いたいんですけれども、そろそろお時間になってしまいますので、お別れの準備をしていきます、はい、オレムソのキャストの皆様、朝比奈青音様、朝倉美久様、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、こちらの番組なんですけれども、リスナーの皆さんからの質問、お悩み、番組への感想、パーソナリティへの応援メッセージなどメールで受け付けております。アドレスは渋谷で .radio@gmail.com です。たくさんのメールお待ちしております。略して渋ラジ、次回の放送は6月7日です。パーソナリティはゆきやつながりや謎仮面デューク矢野桃香でお届けいたします。はい、ここでパーソナリティからも個人の活動について告知をさせてください。今ちょっとお話にあったんですけれども、毎月9日ですね、ミュージックギャングという、ライブがございます。基本的にはライブですとか、まあ、今お話しした声優の、劇ですとか、あったりしますので、ぜひぜひ、チェックの方をしておいてください。はい、あと僕は、個人的にポコチャという配信のアプリの方をやっております。だいたい23時の方からやっておりますので、ぜひ見に来てください。あとですね、先ほど流したオリジナルソング、幸せのレクイエムなんですけれども、7月に、配信予定となっておりますので、ぜひぜひ、楽しみにしていてください。はい、私は、YouTube に今だけというミュージックビデオが上がっておりますので、ゆきや今だけで検索して見ていただけると嬉しいです。ツイッターやインスタグラムもやってるので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということなんですけれども、はい、ちょっとね、私皆さんにも心理テストをやっていこうかなって最後に思うんですよ。いかがですか、大丈夫です？ドキドキそう、ちょっとね、暴いていこうと思って、なんか仮面さん、お願いします。はい、はい、急に来た、うん、もうちょっと時間があるから。急に来たね。そうそう、はあ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 、そうですね、いい、久しぶりにやる、心理テスト。じゃあ、どうしますか、ご本人で受けたまわるのか、答えをその役柄で受けたまわるのかみたいな。どういう質問が、マスキーになって、妖艶になってってことですか。そうです、そうです。どういうものが来るか。せっかくちょっと恋愛系とか。あ、じゃあ恋愛系で、恋愛系で、はい、じゃあ兄弟設定にしますか。まあ、いっか、はい、まず聞いてみましょう。じゃあとりあえずね、はい、お願いします。あ、はい、では、あなたは数日前に買ったチョコレートを食べようとしました。しかしそのチョコレートは溶けて形が崩れていました。あなたはどうしますか。おえそれだけ、あそれだけそれだけ崩れて溶けてるってこと、はい、溶けて崩れていました。どうしますか。そのまま食べるとか、そういうことですよね。そう、そういうこと。選択肢はあるんですか。まあ、そういうことです。食べるとか自分で決めていく感じですよね。はい、うん、選択肢はないです。選択肢ないんですね。選択肢ない、はい、これは どっちの方がいいんですか。キャラク、あ、どうしたらいいんですか。難しいですか。難しい。ご本人でいきましょう。ご本人で、ゆきやはそれでも食べる、うん、そのまま、食べる、はい、え、ペロペロ舐める飲み込むになるのかな。どのくらいの溶け具合か分かんないですけど、はいはい、紙で包んであるのかなと思って、はいはい、紙開いてこうなったらもう舐めるしか、はい、舐めるですか。桜美久さんの答えは舐める。舐めない新しいですね、はいはい、
朝日菜は固めて、固まったら食べる。なんか頭いいの、うん、ちょっとね、これね、よくわからないんですけど。なんでよくわからないの、出すの。いや、今のだと、今の答えだとよくわからなくなっちゃうんですけど、はい、あなたが失恋した時にどうするかがわかりますっていう。固めて食べる。固めて食べるというのはどういうことですか、ね、立ったら食べる。舐めるの。舐めるはちょっとよくわからないんですよ。待って、あの、でも要は、まあ、捨てる、まあ方法としてはいろいろあるじゃないですか。捨てるもあるし、あの食べるとか、まあ、それによって、まあ、そのどれくらい未練がましいかみたいな、恋愛に対してその失恋した時の未練がましさというか、捨てる人は多分で割り切れちゃう人なんでしょうね。なるほど、切り替え早いよっていうことと、舐めるはどうなんだ。でも食べてる、食べてるっていう感じになるから、食べてて、しかも長いから相当未練がましいということになるのかな。なんか、もっと分かりやすいやつチョイスしなきゃダメですよ。僕のチョイスは間違ってます。本当にね、お題ミスみたいなところが結構あるかなって。でもすごいいろいろ連想できますね。そうです、なんか舐めるだったり、私だったら固めてから食べるってことは、なんか多分一旦別れた後に、もう一回より戻すぐらいの感じ、想像力を働かせればかもしれない。できればっていう感じなのかな。できれば、できれば、できれば戻りたい。未練がましいですね。多分結局食べる人は未練がましいんでしょうね。結局ね、食べるか捨てるかもったいないもんな。まあでもそうですよね。でも僕も前に一回お菓子でなんかマカロン作ったことあるんですけど、マカロンを作ったマカロン、はい、すごい、すごい。私女子がそれはトーハマカロンとして失敗したんですよ。マカロンってそれ失敗したんですよ。捨てました。失敗したら捨てるしかない。食べれない形になってしまう。そう、ちょっとあのはぜるんですよね、マカロンって。割れちゃったりするんで、あげられなくなって捨てました。いや、これ何人もう食べるだから、それあの女性に優しくお願いしますね。はい、私がね、私が仮面さんに突然お題を出せみたいなね、急に無茶ぶりをしたから、はい、全然いいですけど、はい、じゃあそういうことで、はい、面白い2の回までありがとうございます。謎の心理です。バイバイするのまだちょっと寂しかったから、ちょっとコーナーを伸ばしちゃいましたっていう形ですね。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで次回の放送が6月の7日になるので、次回もよろしくお願いします。はい、で最後なんですけれども、このしぶらじのパーソナリティでもある矢野桃香のボイスがね、公開されたということで、キャラクター PR 動画になるんですかね。そうですね、オレムソウの、はい、こちらをかけてお別れしたいと思いますので、はい、それでは次回もお楽しみに。グダグダでごめんなさい。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。皆様はじめまして、花本樹液です。自己紹介をしてくださいとのことでこの場にいるのですが、何を話したらいいのやら。改めまして、久本寿幸です。誕生日は12月24日、血液型は A 型です。陽平くんと同じクラスで毎日楽しく学校生活を送っています。あ、たまちゃんとも。部活は吹奏楽部でクラリネットを担当しています。今度発表会があるので本番に向けて一生懸命練習中です。発表会まで放課後みんなと一緒に帰れないのは寂しいですが、見に来てくださるあなたのためにももっと頑張りたいので見に来てくれますよね。それともう一つお願いがあるのですが、今年のクリスマスイブ私と一緒に過ごしてくれませんか。俺がギャルゲー世界でヒロインたちを無双する、略して俺無双、毎月9日目黒花粉にて沼朗読劇、そして YouTube にて公開しています。チケット予約は推しの声優さんのツイッターをチェックしてください。あとチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。